この間のテストどうだった？私はあんまり良くなかったよ。はあ、このままだとお母さんにお小遣い減らされちゃう。いっそのことバイト始めちゃおうかな。あ、勉強はもちろんするよ。でもほら、転ばぬ先の杖的なね。何何何くれるの？あれ？今日のあなた、何かが違うような雰囲気というか、オーラというか。なんと、七子様にもマスターのモテオーラが効いていないようです。チル様と違ってゴーグルや私の姿は見えていないようですが、エンジェルリング社自慢の新製品、案外効かないものなのですね。なんかモヤモヤするな。悪魔？ああ、行っちゃいます。向こうは気がついていないご様子。マスター、急いで追いかけましょう。話してるの？誰かそこにいるの？ちょっと！悪魔さん、どこかへ行ってしまわれたみたいですね。急に飛び出すんだもん。そりゃ追いかけるよ。それでどうしたの？あのさ、別にって。まあ深くは追求しないけどさ、気が変わったら教えてよね。これが幼なじみの絶妙な距離感というものなのでしょうか。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。さあ、出発です。さあ、先へ進みましょう。上から来ますよ。なんだぞ！
でしたね。呼んだか。お菓子くれるのか。さすが兄様。
り昔のゲームはやりごたえが違う。何度も何度も時期を失いながらやるたびに自分自身の上達が感じられる。今時のナンパなゲームにはない硬派な難易度が最高だ。レトロゲーム、いや、ここは敬意を表してクラシックと呼ぶべきだろう。お菓子とクラシックゲーム、この2つが揃えば地上は天国だな。まああんまり遅くまでやってるとジとバーに怒られるけど。このちょっと理不尽に片足突っ込んだ洗練されてなさがいいんだ。うちはジとバーと私の3人暮らしだから自然と古めのゲームが好きになったってのもあるが、最近のゲームはオンライン対戦や協力プレイが主流だからな。ああいうのは嫌いなんだ。初めてやったオンラインのゲームで対戦相手や味方チームのやつにチャットでボロカスに言われたことがあってな。私は気づいた。人間なんて本性ではみんな下劣な獣、猿山地方のお猿さんだ。そんな連中と付き合わせる顔なぞ私にはない。だから私はこの部屋から出ない。学校にだって通わない。私は絶対に外に出たりはしないからな。今日は大変でしたね。マスター、マスター、マスターの日頃の活躍を評してエンジェルリング社から粗品が届いてますよ。早く開けてみましょう。おやすみなさい。